ペガソ 3560BMR とは、スペインのエナサが1979年から生産している装甲兵員輸送車である。1972年、スペイン陸軍はエナサに新型 6X6 輪送輪装甲車の試作を要求した。エナサは1975年頃に試作車であるペガソ3500を完成させ、1979年に 改良型のペガソ3560が BMR-600 ので正式採用された。車体はアルミ合金の溶接構造だが、車体全部は中空装甲になっている。防弾力は対 7.62mm 弾程度だが、増加装甲によって 12.7X99mm な投弾、14.5X101mm 弾にも耐えられる。 水陸療養能力も有しており、通常はタイヤの回転だけで推進力を得るが、オプションで2機のウォータージェットを取り付けることも可能である。操縦席は全部左側にあり、その後方に無線主権射撃手の席がある。エンジンは操縦席とキューポラの右側に位置する。BMR 走行者は各種の任務に対処することが可能である。 装甲兵員輸送車として運用する際は、車体後部1 0から11人の兵員を収容でき、車体両側面と後部に、視察窓を兼ねた、銃口を、各2カ所有する。固定武装は、サンタバルバラ製 TC-3 キューポラに装備した、ブローニング M20 機関銃のみだが、キューポラの代わりに 90mm 砲を装備したジョット製、製 TS90 砲塔を搭載することができるほか、 81mm、81 mm、120mm などの各種迫撃砲搭載型、指揮者、回収車などの各種派生型がある。スペイン陸軍のほか、南米諸国などでも採用され、約1500両が生産された。近年、スペイン軍は保有する BMR に対して、エンジンをスカニア製 DSQ61A24S エンジンに換装し、 増加走行とエアコンを装備する BMR に計画を行い、これを施された BMR は BMR M1 と呼ばれている。ありがとうございます。